皆さんこんにちは、ダイタラです。カビのグルメフェス、今日やりましょうか。よろしくお願いします。はい、ということで今日なんですけどね、やりたいことがありまして、タイトルにもある通り、ちょっとね、以前から生放送とかで視聴者の方とね、マッチングとかしてるんですけど、結構強えなと思った戦法があったんで、ちょっとそれをやってみたいなと思います。とりあえず着替えるか。最強戦法だから、マルクとか使うか。マルク、これ最強のボスだからな。全然可愛いけどな、このマルク。マルクカービィで行こうと思います。さあ、その最強の戦法ね、実際ちょっとじゃあオンラインのね、マッチングでやって試してみたいなと思います。まあ、強いかはわからん。はい、では始まりました。やっていきましょうか。さあ、その戦法なんですけど、ちょ、まだ見てて。最初は普通に走ります。最初は普通にカビのグルメレースをしましょう。俺のくれ。俺が全部食べる。俺が全部食うぜ。さて、右から行こうぜ。どいてくれ、どいてくれ。うわっ、こっちは俺にくれ。うわー、取られた。もうじゃあ取られたら俺こっち行こう。どいてくれ、みんな。よし、さあみんな吹き飛ばして。え、コピー能力ないけど俺、コピー能力欲しいんで戻ります。よし、コピー能力ないとかマジありえねえからな、これ。このゲーム、コピー能力は俺にくれよ、ドラー。よし、さあ現在今1位ですね。危ない危ない。はい、トルネードーで、やべえ、てやくそ、なんてこった。さあ、トルネードしてたけど取られちゃいました。悲しいです。さあ現在普通にプレイしてるわけですけど、普通に今負けております。普通に今負けておりますけど、ちょっと面白いですけど、今普通に苦戦しておりますね、今私だいたら。まあまあ、ここまではまあいいです。で、最終的にどうするのって話なんですけど、よいしょ。あ、これブルーベリーあった。じゃ、ここでもうあと落ちてます。ホバリングしてます。あとはもうこれ負け確なんでね。要はホバリングをたくさんしようっていう感じね、勝つために。はーい、では40個です。まあまあ、ぼちぼちかな。ちょっと今のはちょっと分かりにくかったんで、もう次のレースでまたやりたいとこなんですけど、よし、とりあえずここは全力でやりましょう。まあ、要はね、改めてちょっと軽く説明しておくと、この戦い の、 コツというかやり方では、一つはゴールしないんですよ。ゴールしないでおいて、最後ホバリングをたくさんすることによって、ホバリングボーナスをね、たくさん得たいねっていう、そんな話なんですよね、要は。よいしょ、ほーい。まあ、いっぱい食べれたんじゃない？いい感じ？よし。それで最後のホバリングボーナスを取りたいのと、あとここの順位がね、低めになるので、この第3レースの順位が。なんで、ここでいろんなね、そのフルーツを食べやすくなるみたいな感じの戦い方なんですよね。多分、これ強いと思うんですけど、まあ、実際どう強いかはちょっとわからないので。ね。おーっと。ブルーベリーうまい。よし。で、ここの515も食べていこう。ラッキー。あー、ホワリング。まあ、ここはいいや。よいしょ。みんな来た？よし。じゃ、みんなが来たらそれはそれでいい。おい。さあ、あれ取りたーんってことよ。みんなに抜かれちゃったよ。敵も倒しておいて。よいしょ。よいしょ、よいしょ。どいて、どいて、どいて、乗れない。どいて、乗れない。どいて、どいて、そこ乗れないわ。よし、515食べてー。まだゴールはもうちょい先で。オッケーオッケー。苦しい。さて、これ5位。あ、チェリーチェリー、真ん中チェリー、真ん中チェリー、真ん中チェリー。痛い。真ん中チェリーだから、ちょ、これはもうきついな。落ちとくか、ここ。はい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 。で、ゴールしないで、ここのホバリング、はい、これに命をかけていく。よし、はい、ゴール、またオッケー。多分これでホバリングキングは俺確定ですね。行きましょう、ファイナルバトル頑張っていこうか。だから道中のチェリーとかラズベリー、ブルーベリーは取りつつで、ここでたくさんコピー能力も取れるじゃんってことで、そのとたくさん取っていきましょうってことね。いい感じですね。うう、怖い怖い怖い。みんな怖いよ、みんな怖いよ。コピー能力俺にくれ。ここは怖いで、ね、みんなバーニング、俺もバーニング、みんなバーニング、俺もバーニング。わー、ぶつぶつ。現在ビリです。くらーい、やばいよー。おーっと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 。いや、今飛んでった俺。まずいまずい。ゲートビリでーす。助けてください。バーニング3つ。よし。これ熱いぞ。コピー能力。ねえ。3つ持った人に、俺は、なりたい。よし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 。いいぞ。さあ、現在3位まで上がった。いい感じじゃん。うぅー。残念でした。ドッカーンと、たたらら。やべ、よけ。ちゃんとよけて当てられた。まずい。バーニング、バーニング。いや、コピー道具今一番使ったランキング、1位取れてると思うんで、多分大丈夫です。今のところ。ねえ。
よっしゃ、今1位取りました。さあ、なんかない、コビノルグくれ、コビノルグくれ、コビノルグくれ、熱いっち、まずいっち。よしよし、離れとこ。リーダー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 、よし、延長つまずい、延長つってなってるけど、さあ延長の時間ですね、ここは。はい、おお、ポッキー美味しいね。あ、当たってもた、何しとるんや俺最後のマイナス30痛すぎる。さあ結果発表見てみましょう。でんでんでん。さて、一番ラズベリー食べたのは俺じゃない？ 1 位の人、ミニゲームで一番食べたのは俺。ボバリングここだった、俺。そう、ボバリングこれよ、これよ。さあ結果は、でも足りなさそう、いや足りない、残念でした。はい、まあでも2位でしたね。最後の30がね、誰に取られたか分かんないけど、あってもちょっと苦しかったかな。一度一度に取られてたら勝ってたかもしれないけど、まあ2位ですね。まあこんな感じでホバリングのボーナスを確実に取りに行きつつみたいな感じの戦法で、確かに結構強いと思うんだよね。ミニ、今のでもコピー能力を一番使ったってのもね、取りやすくなるので、これで、ね、強いと思うんで、もう一回これやってみよう、この戦法。あー、出てるよ、生きた、嬉しい。ちょっと見て、俺のね、今ケーキなんだけど、ほぼデデデなんですよ、実は。ほぼデデデっていう、ザンパルルティザーヌ好きなんだけど、ちょっと外してデデデ入れよう。ほぼデデデのケーキがさらにデデデに染まっていく。きた、はい、ほぼデデデですね。あと3体ぐらいデデデが揃ったらほぼオールデデデになるちゃう。いい感じだ。ちょっと見た目も変えるか、せっかくだし。はい、じゃあちょっとスキン変えましょうか。川崎使ってたことなかったよね、確か。川崎死んだんじゃないのね。アニメカービィで人気のスターアライズでも、ね、味方キャラとして大人気だったコック川崎使っていきましょうか。さあ誰かのマッチ行ってきます。さてマッチングしたんで行ってきましょう。わあ、ちょっと待って、バカ重い部屋かもしれん。大丈夫かな。バブクエ、ワッフル、ドーナツ、マホロワです。シンプルステージが3つ揃ってます。川崎が料理してやろうぜ、行くぜ。川崎って料理できんのかな、本当に。これ心配だよ。いやいやいや、でもワドちゃん今すっげえ俺に対してこなかった。今色似てるからってさ、俺と、俺も実質ワドルみたいに、みたいなとこあるよ、確かに。うん、そんなとこある、ワドダラみたいなとこあるからね。それ狙ってくるのはちょっとさすがに強ですね。ちょっと待ってね、これは。いやでも重くても俺は加味できる、大丈夫。さあ残り10秒、意味がわからん、重すぎて意味わからん、助けてくれ。10秒が長い、意味わからんぐらい10秒が長いぞこれ。うわー、もうこれ残ってるイチゴ食べて勝つしかねえか。いやダメだ、1位の人でかいからコピー能力倒さないで負ける。これはどう考えても勝つんだら、勝つなら倒さなきゃ負けるけど、これ延長戦狙うしかないかな。もう4、もう限界バトルじゃねえかこれ。2位、3位、4位が多分横並び。これ、うわ、もう、この、もう、本当に動かん、ゲームが。いや、4位だけど、俺。ひどすぎる。よし。さあ、終わりですね、とりあえず。ごちそうさまーっていう。いやー、ここまで重いの初めてクラスで重い。ガチでできなかった。ゲームができない。ゲームにならないね、ここまで重いと。よっしー。さあとりあえず見てみましょうか。さあラズベリー食べたのは俺。はい、敵が倒したのは俺じゃないぞ。コピーフード能力使ったのは俺でもない。ってことは結果はデデデーンと。はい、まあ俺3位か、まあ、結構僅差だったな、そこ。うん、いい勝負してたと思う。これは正直言って無効試合無効試合。これさ、多分重い人が1人いたらこうなるんだけどさ、これ重たい人って多分毎試合こんな重さだと思うんだけど、ようできるな。俺一回で相当ストレス溜まったで今。よし、じゃあまあ今度こそやりましょうか。今度重くないこと祈っていきましょう。大丈夫そうだな、行きましょうか。いや、そう、こういうレースが俺はしたかった。さあ今回こそね、戦法試してみたいと思います。さて、ブルーベリーは食べられてしまったわけだけど、まあまあいいでしょう。ブルーベリー好きなだけ食べていってくれみんな。俺はコピー能力をいっぱい使っていこう。うおー、加速ー、加速ー、うわーってかね、チェリー食べて、こっちもチェリー食べて、2個チェリー食べれた、うますぎるー。さあ2個のチェリー食べた俺は。はい、じゃ
あれはもう諦めよう。うんと。こっちもうないけど。もうめっちゃ前まで行ってるみんな。今、遠くに見えたんだけどな、俺コピー能力。さて、ホイールホイールホイール。さあ、上手い人はもうこちらからポンポン飛んでいってる。ほら俺も混ぜても痛い。よし。よし。ちょっと一緒についてから。やばいな、コピー能力というか違うの、今回ね、その、大きなやつというか、フルーツ、一切食べれてないですよ、僕。まずいですよ、このままだと。さあ、もうゴールが見えてきたとこですけど、さあ、515も食べられて、これ落ちておきましょうか、あとは。やべ。よし。さあ、あとは落ちとこうと思うんですけど、やり方、先方、かぶってますね、やり口。やり口かぶってますね、これ。やり口。やはりこの先方は、最強ということなんでしょうか、ホバリング。知らん。はい。どんどん行きましょうか。いいね、ビリでーす。最近ね、やっぱ何試合かに1回見るかも、やっぱ1人ゴールしてこない人。絶対俺より前にいたって人がいたのにさ、なんか俺のが前に行って、なんか食べてるみたいなことがね、ちょこちょこあるんだよね。あれマジで、ね、よく七不思議すぎる。カービィ七不思議来てる。カービィ七不思議。はい。よし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 。めっちゃ食えためっちゃ食えためっちゃ食えた。オッケー。さあ、ミニゲームでこれ一番食べたってやつ。多分俺が取れましたね、これ。安いぜ。よし。こうやってね、いろんなボーナスを取るのを行こう。今回フルーツ系が多分ダメだから。フルーツ系敗北する、俺。フルーツ系。やばい。あー、ゴム取られた。フルーツ系だけ敗北するから、やばいね。ミニゲームは多分勝者。ね。ただそれだけだよな。苦しいな。ミニゲームだけ勝っても。よいしょ。とりあえず、うわー、やばいかも。待て。あ、515。このベリーは俺がもらおう。よし。はい、ブルーベリー俺がもらって、痛い。で、ワンチャンかけて少し戻ってみたけどなかったね。どいてみんな。よっしゃ、行くぜ。なんかくれ。あー、もうない、コピー能力。よし。じゃあ、ここのチュロスを使って坂道ダッシュ？はい。ここの先のもないな、もう。さて、入れる俺。俺まだ入れる大きさちっちゃい。さ、まだゴールは見えない。飛ばさないでくれ、俺も。そう。でかすぎて通れてない。面白い。だって、ここはどうなってる？やべ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 。コピー能力使っとくか、ちょっと。ねえ。よし。コピー能力。これはもろっておいて痛い。ホイールが今意味出さなかったね。あの、ベリーは俺欲しいな。よし。あ、ちょっとね、ベリー食べて。さあ、もうこれでフィニッシュだね。あと、ホバリングしておきましょう。あとずっと。ホバリングってさ、この、何？ここでホバリングした回数なのか、それとも地面ついてホバリングした回数、どっちなんだろうね。さあ、ビリスタートでいきましょうか。グルメバトルロイヤル。さあ、今回狙いたいコピー、ボーナスが、やっぱコピー能力を一番使った、そしてホバリングを一番行ったあたりですね。俺が欲しいのは。まあ、これも落とされていいでしょう。はい。なんで、このあたりのコピー能力をね、取れるように、使ってけるようにしていきましょう。おう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 、全員飛ばしたぜ。よしよしよし。さあ、これで順位アップいきなり。おいしい。よいしょ。はい、どーんと飛んでいってください、皆さん。さあ、いい感じで順位上がってきたぞ。いいぞ。おっと、それ欲しい、コピー能力。よしよ。ありがとうございます。さあ、すっとんがすっとんでるやつ。逃げまーす。怖いっつ。なに？いや、バーニングだった。怖っ。トングで使われた。かわいそう、今の。トングで掴まれとんじゃん。はい。よし。さあ、しっかり避けれてます。危ない、危ない。取れない。バーニングは避けれんだ、さすがに。危ない！痛い！くそー！さあ、ラスト10秒。さあ、俺コピー能力最後の方全然使えてないんで、ちょっとやばいかなと思ってるところなんですけど。はい。当たって。よしよしよし。最後にプラス20入って、202。ワンチャンあるか ?1 位でかすぎなかったらいける。これミニゲーム、ボーナスしないぞ。この戦法の、有用性が確かめられる。行きましょう。一番チェリー食べたのは、俺と、もう一人。壊せるクッキーたどり着いたのは俺じゃない？これ取れないんだよね、絶対。ホバリングは、俺これだよ、これ来てしまったか。ウェーイ！というわけで、アイウィーン！俺が勝ち。よかった。結構ギリギリやったな、でも。限界ギリギリまでだったな。やっぱホバリングのコピー能力、この2つを多分おそらく取れていくっていうのが強いのかなと思うんだけど。
どうなんだろうな。結局でも一番大きいイチゴ食べた方が気持ちいいから、個人的には普通に走った方がいいとは思う、うん、個人的には間違いなく。はい、というわけで終わりましょうか。さて、生放送とかいろいろやった結果ね、レベルも上がってきて、このデコレーションも今183個です。もう結構集まってきましたね。あと73個ですね。もうあと、まだ結構勝たなあかんな。レベルもまだね、80ぐらいですので、今後ももっともっと上げていけるように頑張っていきましょうか。はい。それでは皆様、チャンネル登録した方、チャンネル登録や高評価よろしく。また見てくれ。お疲れよ。バイバイ。なんか強い戦法あったらまた教えてくれ。じゃあな。